砂の上の植物群は、吉幸淳之介による日本の長編小説である。文学界1963年1月から12月号に、連載、翌1964年、文芸春秋新社から刊行。また同年、日活で映画化された。吉幸の代表作の一つで、タイトルは、パウル・クレイの抽象画から借用したものである。 意一郎は一つの推理小説を構想している。死病にかかった男が自分の死後、低粛な若い妻が別の男のものになることを考えて嫉妬に駆られる。男は妻の体に一定の条件反射が起きるよう仕向けておき、自分の死後に妻の相手となる男を殺そうとするという筋書きだが肝心のトリックが思いつかないままでいた。意の父親は画家で 冒頭の挙句34歳で創生したが、死後も、息の運命を操っているかのようであった。息には、妻と小学生の息子がいる。妻の恵美子はかつて父の絵のモデルをしていた女である。息は、以前定時制高校の教師をしていたが、教え子の女生徒が働く酒場へ何度か通った、ことが人の噂になり、高校を辞めることになった。そして、暴風の友人。 山田の紹介で化粧品のセールスマンになっていた。仕事帰りのある夜、港近くの公園にある展望塔で、息は真っ赤な口紅をつけた少女、つゆあ子に声をかける。あ子は酒を飲もうと誘ってきた。スタンドバーで飲んだ後、二人は旅館へ関係を持つが、あ子は少女だった。二度目に会った時、あ子は息に奇妙な依頼をする。姉の京子を誘惑して、 ひどい目に合わせて欲しいという。親はすでに亡くなっており、京子は酒場で働いて、秋子を高校に通わせている。秋子には純潔を守るようにやかましく言う京子だが、店の客と旅館へ入っていくのを見てしまったのだという。一気は、つかみ京子のいる酒場に通い始め、三日目にホテルに誘った。関係を重ねるうちに京子の悲躍的な性癖が分かってくる。 寝巻きの紐で腕を強く縛ると、京子は喜びの声を上げた。息は生の後輩への斜面を滑り落ちてゆく。ある日、父が死ぬ前に馴染みの芸者に生ませた子がいることを山田から聞かされる。名前は京子で今の消息はわからないという。年齢や出身地などの符号から息は近親相関の可能性を疑う。まさか、つかみ行後は、 父が死の直前に残した狂気なのだろうか。おもしろ半分臨時増刊。1979年3月。吉行、私の文学放浪 P115 から117。ありがとうございます。